はい、どうも芸人です。ということでですね、今回なんですけども、もう環境が変わっていきましたね。っていうことでですね、昨日出た、そうですよ、ジャブラ、そしてブルーノがですね、まあ荒らしながら、でスラフィンがですね、やはり使用率、落ちてきてますね。うん、そんな中でやっぱりまたゲットスター環境に戻ってくるわけですよ。うん、このひしめいてるこのロジャー、そしてですね、ブルーノ、うん、でまあそのブルーノを潰すために、シャンクスの強襲だったりっていうのがね、今ね、皆さん使われて、ると思います。まあそんな中で株が上がってきたのがこいつ、エンマゾロですね。はい、まあジャブラ、うん、やっぱりジャブラを使ってスラフィンを潰しに行く人が多いので、まあそれをですね、救ってあげるのがエンマゾロの役目になってきます。そしてで、まあ、ブルーノに関してで言うとですね、まあ、割合スキル、まあ、スキル2の方ですね、アシュラ、こちらはですね、与えていくと。じゃあ、しっかりとね、ダメージ入るんで、まあ、これでなんとか倒していくっていうのが、今のエンマゾロ。んで、シャンクス、そしてロジャーに対して強いと。はい、いう感じなので、まあ、やってきたので、ぜひとも見てください。どうぞ。はい、てなわけですね、1戦2戦に関して言うと、ちょっと試しでやってたやつがあったので、まあそちらをですね、ちょっと見ていけたらなというふうに思います。でね、本当にね、その、ジャブラーとブルーノが、まあいるんですけども、そんなね、多分引かれてない方がやっぱ多いのかな、っていうのがあって、その敵マッチっていうのが全然取れなくて、まあちょっとね、まあこれはもう超フェス前だから仕方ないことではあるんですけどね。まあただめちゃくちゃ強いですこの2人、ブルーノとジャブラーね。でまあそのね、ジャブラーに対して、強いのが、圧倒的に強いのがこのエンマゾロですね。まあまあ基本的にはもう勝てますね。まあもちろんこっちが赤属性で有利属性っていうのがあるんでね。はい、でもうさすがに上安定したんで下行って、ジャブラー倒しに行くと。はい、っていう感じなんですけども、はい、もうこれスキル1で、まあ体力半分まで削れてたけども、ほぼワンパンと、いう感じです。で、こっからロジャータイム。まあロジャーに関してはね、もうトリギアにどうしてもほとんどなってしまうんだけども、しっかりとね、大ダメージ与えながら、いけると。でその間に味方が抜いてくれるってね。はい、まあかなり優勢にこと運んでいけてるんじゃないだろうかということで、2回目の、ジャブラになってきますね。でこのね、まあこの十指眼はもうぶっちゃけジャスケしやすい、しやすいっすね。まあただまあ当たってしまうとね、かなり大ダメージ入ってしまうんで、まあ気をつけてくださいということで1戦目が終了。はい、それではですね、2戦目、見ていきたいと思います。まあこの時ね、ブルーノとジャブラがこれ多分いたと思うんですよ。でうわー、マイコンにしとけよかったっていう感じでね、ショックを受けながらシャボン玉上がったらですね、なんと上一人ぼっちと、はい、で、あららららということで、で、ただこれ S 山来られたら嫌だったんだけど、なぜか S 山が下行ってくれたんよね。なんで、まあ、とりあえずゾロとここ見つめ合う時間ですね。で、まあこの試合に関して言うと、ブルーノを落とす、ことがあるんですけども、やっぱりしっかりとアシュラ当てに行くっていう作業ですね。もう向こうもね、アシュラ当たりたくないから、回避ミスれないからっていうのもあるんでね。で、ここゾロが、まさか突っ込んでくると思ってなかったんで、はい、突っ込んできたんで、ここから怠慢です。はい、でのさまで、ここは回避使ってくれて、アシュラも使ってくれたから、もう後出しでね。はい、でここをしっかりとジャスト回避で入って、もうこれは有利属性なんで負けることないっすねっていうことで、まあゾロと戦っても面白くないっていうことで、もうとりあえず任したということで、はい、で任してるんですけども、潰さなあかんのはね、正直ここずっとブルーノを潰したいんやけど、ブルーノもこっちに来ないんでね。だからこういうステージ結構難しいな。追いかけっこさすがにねできないんでね、ゾロじゃ。でまたゾロが降りてきたんで、もうゾロの試合ゾロはいいやということで、でこれがね、ブルーノ来たんすよ。でブルーノ来たの気づいたんで、とりあえず一緒に殴ってあげて、アシュラ、はい、当ててあげて、もう瀕死と。はい、まあこのアシュラ本当大事だね。なんで今のね、環境あれでいいかもね。スキル2短縮でいいかもしんない。だって、青もいてーの、で、あとは他のね、緑とかも、シャンクスとかね、
対峙するときにやっぱり属性変わっていかないといけないんで、スキル2短縮の方が、今のちょっと被きやすいかもしれないね。はい。でもうこれひたすらねゲッタのフォローをしていくんだけども、でもうセラフィムのところをねずっとブルーの敵ブルーのが狙ってて、もうどうしようもないよね、もうこの下降りてきちゃったら。はい。なんでもとりあえず下のゲッターたち潰して、下のゲッターの味方と協力して、もう旗を永遠に奪っていくっていう作業ですね。はい。まあここはねちょっと邪魔してあげようと思って、まあでもここも取れるからいっかーっていう感じで、はい。で思ったらカムサに、ぶち当たりました。これカムサにぶち当たったんかな、ゾロのやつがぶち当たったんかちょっとあんまりよくわかんなかったんですけど、はい。でこれゾロ対面はねマジで無理なんでね、はい。いや、やっぱでもゲッター、今環境ゲッターめちゃくちゃ強いわ。マジで強え。はい。てなわけで2戦目は負けと。はい。それではですね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、さあ、てなわけでさっきね、やってきたんだけど、めちゃくちゃ良かった。はい。エンマゾラはね、これ正直新環境。まあ、もう新環境って言ってもいいんじゃないっていうぐらいね、セラフィムがね、やっぱちょっと減って、だね。で今お相手さんにいるんだけど、レッドシャンクスが増えたね。でエンマもねやっぱ使用されてる方ちょっと見かけます。はい。でさあ、まあとりあえずこれ取り切れる、シャンクスは来ない、いいよ、オッケーオッケーオッケー、まあ俺がいるからな、ゾロがな。さあで、ソロ当たらん、オッケーナイス。でワンハイからの、ワンハイからのここでパンクチャーシャーラー、あ、来なかったねワンハイからの、ワンハイからワンからのここね、オッケーナイス。でワンはい、ワン、オーケー。んーで、ありませんないですんーと、はい、よいしょ、あー、回避使ったね、オッケーオッケーオッケー。スキル1で、はい、吹っ飛ばして1回今ちょっと、痛い痛い痛い、ちょっと待って、今ごめん、今エンマが吹っ飛ばして、カルガラの吹っ飛ばしを受けたな、ちょっと災難すぎるな今のロジャー。で、はい、からのちょっと待って、ブルーノとやりたい、ちょっと待って、もうほんまにもう戦わへんから、ブルーノとやりたい、あー、もうブルーノあっち行ったやんか、もう今なんかするかな。で、はい、からのシュルルン、あ、オーケーナイス。で、もうこれは先機に持って、はい、からのワン、はい、からのワンからのここ、オッケーナイス。ワン、オーケー、いいね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 。さあ、でみんな開脚してるはい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 、オッケー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 。でのさあ、とりあえずオッケー、いや、いいダメージ入ったわ、いや、ナイスナイス。でからのワン、はい、からのワン、はい、ツー、はい、スリー、からのワン、ツー、うわー無理か。んでワン、はい、からのワン、はい、からのワン、オッケー。でここ、あ、全然違う、あ、開脚開脚大魔人やったわ。からのはい、ワン、はい、ワン、はい、ワン、あ、オッケーナイス。で、ちょっと待って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 、で、いや、間に合わんな、いや、溜まってないわ、無理やわ、それはさすがに。で、いや、無理やな、これどうせ使っても無理やから、はいはいはい。で、ワン、アイからの、ここ、いや、ちゃうんかい。ワン、ツー、ハイ、スリー、ワン、アイ、ツー、スリー、オーケーナイス。で、あ、ちょっと待って、なんかいるわ、アップの、で、よいしょ。で、からのスキル1、オッケー。あ、かん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 、あかん、かんかん、開脚大魔人、逃げてくれ。あー、あかん、ちょっと守ったら、ちょっと待って、よいしょ、よいしょ、くっす、ちょっと待って、よし、お前がいるから、お前がいるから、開脚大魔神が、あ、ゾロもいた、もう何々、シャンクスバグってる、バグってる、何に教習した、しょうがない、ちょっと待って、で、シャンクス持ってきたい、ということで、ちょっと待って、そこ、任せろ、任せろ、任せろ、オッケー、ワン、ツー、オッケーナイス。で、あと1本やな、で、あっちは大丈夫、あ、こっち取れるか、こっち、あっち取られんのね、取られんのね、でもここは取っておこう、取っておこう、ワンチャンね、向こう信じよう、向こう信じよう、で、ここ、あ、違う、吹っ飛ばせ、まあ、しゃあない。はい。てなわけで、続いてもやっていきたいと思います。よろしくお願いします。そういうことで。まぁ、ちょっとこれラストにするんだけど、まぁ、ちょっと次回、ちょっとしっかりと、やっていきたいと思います。もうちょっとね、日焼けて、ジャブラブルーのしっかりとね、たくさんいるやつをね、ちょっとみんなに見てもらいたいから、ちょっと時間かけて撮っていきますね。エンマに関しては。まあなんでエンマ見たいよって方はぜひとも高評価よろしくお願いします。ということで、カムサに無事当たってしまいました。はい。
まあこれでねブルーのなんか来ないんすよねやっぱり。で俺んとこに来るのがロジャーだから、なんかいつものロジャー環境の閻魔みたいなね絵面がめちゃめちゃ多い。はい。でまあこっちからね向こうに近づいたとて向こうは逃げるだけなんで、あのね扉でね、なんでそれもちょっとねやりにくいっていうのがねあってね。さあてなわけで後ろしっかりとブルーノをさばいてくれた。んでのあーここ無理か、ワンハイからのオッケーナイス。んでちょっと待ってこれ追いかけます、オッケー。で吹っ飛んでない、なぜかシュルン、オッケー、よし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 。まあとりあえず2本キープ。で狼ちゃんが暴れてくれてるからバチクソ強えなマジで。で多分このセラフィンも多分やられちゃうよな。セラフィンに対して強あっ、もう見てただけ今楽しそうな試合を、あ狼の活躍を見てただけやん。はい。しっかりと、ブルーノがどっちに来る、どっちに来る、あーでもロジャー来たか。ってことで、はい、オッケー。でのさあさあさあちょっと怖いな。でからのワン、はいからのここ、オッケーナイス。でワン、はいからの、いや来てる来てる来てる、ちょっと待って来てるよ、あーやんな。でワン、はいからのトゥー、でワン、はいトゥー、オッケーナイス。でのあロジャーもしまいだよ、ナイス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 。でそこちょっと待って、多分ロジャーいけるか。で出せる、いや出せた、あーごめん出せんかったわ。壁、バウンドマンしてもうた。でちょ落としたいな落としたいなこれね。取りたい、でからの、はいからのワン、はいはいワン、あぶんない、よし、はいオッケー。でシュルン、はいオッケーないっすね、これもすぐ落とせるな。んーではいワン、オッケー。でここオッケー冴えてる、はいオッケー。あー無理やったか、あ無理か。んーでハイワン、トゥー、ちょっと待って見えない、ハイワン、トゥー、これは落としたいな、荒らされる、ハイからの、んーでハイアシュラ、ハイバッケーン、ハイオーナイス。でいいねいいねいいね、ちょ待って、いやロジャー出てくるな、ちょっと待ってな。でここちょ一緒に貯めてあげての、で向こうやばい、あ向こうセラフィムとゾロね、それはさすがに取られへん。んーでここ溜まってない、で裏取られてるけど、まあ裏ロジャーか、ロジャー、あーこれ上げたくないな、上がってくる、あ右も上がってきたな、ちょっと待って、さあさあさあちょっと待って、どっちにもスキル1いけるように、あいやナイス止めやな、誰、あ、ナイス止めすぎるわそれ、ナイス。